日本鹿児島県日置市吹上町、長吉吹上町長吉は、鹿児島県日置市の大技。旧日置郡、長吉村大技、英吉、日置郡吹上町長吉。人口は1525人、世帯数は686世帯。郵便番号は899-3221。英吉という地名は当地にあった南郷城を攻略した際に、 島松忠吉と高久が当地を長吉に解消したことに由来している日置市の南部、長吉川の下流域に位置している。阿佐駅の北方には日吉町、吉都市、南方には吹上町田尻、吹上町、小野、東方には鹿児島市、入佐町、平田町、吹上町横ら西方には東、品川が接している。阿佐駅の中央部を 鹿児島県道35号、長吉入里佐鹿児島線が東西に通っており、長吉小学校付近で鹿児島県道299号、長吉吉都市線が北方に向けて通っている。西部には国道270号が南北に通っており、以前は鹿児島交通枕崎線が並行して通っており、鹿児島交通枕崎線の長吉駅が所在していたが、 1984年に廃止され、現在は鹿児島県道加瀬田日吉自転車道線が線路跡を通っている。東部には鹿児島県道296号、田野頭吹上線が東西に通っている。集落は西部の海岸沿いの旧 A 吉里のふもとに多く所在しており、日置市立長吉小学校などの公共施設が所在している。 東部は集落が散在しており、山間に長吉ダムがある。地内にある黒川神社の傍らでは、縄文期から弥生期のものと思われる黒川洞窟遺跡があり、住居跡や埋葬跡、人骨、土器が出土している。これらの土器は独自の形式であったため、黒川式と呼ばれた。長吉という地名は、江戸期より見え、薩摩国日置郡栄義里のうちであった。 村高は、天保豪町では3475国余り、休校給料では2381国余りであった。1889年には、江戸期の長吉村が単独で、町村制志向の際に自治体となり、長吉村唯一の大技、英吉となり、1955年には長吉村が、伊作村と新設合併し、吹上町の大技、英吉となった。 2005年に、吹上町が、日吉町、伊住院町、東市基町と合併し、日置市となり、大あざなは、従来の大あざなに、休日対名を冠した名称となり、吹上町、英吉となった。日置市立長吉、小学校公共教育郵便局市立小中学、校に通う場合、学区は以下の通りとなる鹿児島交通枕崎線。 長吉駅跡国土県道自転車道、ありがとうございます。